ガウディル博士だ。彼をぜひ仲間に引き入れたい。ナナ、頼む。はい。博士は以前、ここギガンティスに置かれていた大規模なフォースメタル研究機関の中心的存在でした。あらゆるエネルギー理論のスペシャリストであり、また優秀な技術者でもあります。現在は？リベリオンが反乱を起こした後は自ら建造した研究所にこもり、リベリオンはおろか政府組織との接触をも拒み続けている状態です。とすると、侵入者よけにがっちりガードされた研究室に忍び込むことになるか。ああ、だが博士の協力があればこの基地を強化してリベリオンとの戦いに備えることができる。何としてもリベリオンより先に博士の協力を取り付けないと。どうした、マッシモ。いや、誰かが俺たちの後ろにいなかった。誰だか知らないけど、うまい具合に警備を倒してくれて助かったよ。さて、お宝をいただきに参りますか。あれはガウギルね、手間を取らせてくれるわ。昔のよしみで下手に出てやれば捨て上がりよって。だが今日こそは我らがリベリオンに必ずや引き入れてみせる。切り札も掴んだことだしな。そうはさせんぞ、リベリオン。お前は X、 見張りの兵は何をしておったのだ。お前たち、そいつらを生かせるな。愚か者どもをスクラップにしてやるのだ。派手にドンパチやってるみたいだね。さて、こっちはお宝を。お嬢さん、あなたここの子？はい、シナモンと言います。こんにちは。あ、こんにちは、マリノです。マリノさんは何のご用でこちらへ？ここにさ、お宝があるって聞いたんで、そいつをもらおうと思ってさ。お宝ですか？そう、あたしはね、いろんなところからお宝をいただくのがお仕事なのさ。そうですか。でもここに宝物があるなんて博士から聞いてませんけど。うん、そう、そうみたいだね。知らないかな、シナモン。私の欲しいお宝はフォースメタルジェネレーターっていうんだ。どきてもわしは研究を争いに使うお前らとは手を組まん。ガウディル、イプシロン様の考えはそんな小さなものじゃない。我々の理想には必ずお前も共感してくれるはずだ。くどいごわ。さあ帰ってくれ、サイケ。ガウディル、私は知っているぞ。お前がついにフォースメタルジェネレーターを開発したってことを。ぐわ。そしてどこに隠しているのかも。我々がその気になれば、お前の作り出したフォースメタルジェネレーターを無理やり奪うことだってできるのだぞ。ぐわ。まさか。いいか、ガウディル、私は知っている。お前はジェネレーターをあるレプリロイドに装着した。大方今は私が来るのを知って、どこか別の部屋に隠れさせているのだろう。そうだろう、ガウディル。
うわぁ、どうだ、どこにいる、この部屋か、ん、この部屋か、見つけたぞ、このレプリだな。ガウジル博士、お前が我々に協力すると言えば誰も手荒な真似など。どうした、ショックのあまり声も出ないか。だ、誰だあれは。これがフォースメタルジェネレーター。フォースメタルジェネレーターはこの私なんです。なんてこった。じゃああんたを盗まないといけないってことか。盗むんですか？私を？そうさ、お仕事だからね。さあ、おいでシナモン。いかん！あの女シナモンを盗み出す気じゃ。盗まれる？フォースメタルジェネレーターが？いかん、それはいかんぞ。ガウディル博士、一体シナモンが、最低のやつ、やはり最初からシナモンが目当てじゃったのかい。おっさんよ、ちょっと落ち着きな。サイケとかシナモンとかって何のことだ。リベリオンのやつらかい。なんじゃお前らは。俺は X、 リベリオンに抵抗しているイレギュラーハンターです。そうか、お前らが。それならば知っておるじゃろう、わしはリベリオンにもお前らにも手を貸すつもりはないわ。まあそれは置いといて、今なんか大変なことになってんじゃないの。うわ、シナモンがサイケにリベリオンの奴らに奪われてしまう。詳しく聞かせてくれませんか、博士。力になれると思いますね。別に恩着せよなんて考えちゃいないよ。俺たちは目の前でリベリオンにちょろちょろされるのが我慢できないんだ。このドクターサイケを出し抜こうなどと。くそ、リベリオンか。やれ。そうとも、フォースメタルジェネレーターは我らリベリオンが所有するにふさわしいのだ。マリノさん、マリノさん、しっかり、マリノさん。素晴らしい。これがジェネレーターの力か。もうガウジルなど必要ない。このドクターサイケが立派なリベリオンの戦士に改造してくれるわ。どうだスパイダー。大丈夫だ、息はある。ほーら、眠れる美女のお目覚めだ。君はここで何を。あんたらは。俺たちはリベリオンのサイケってやつを追っている。サイケ？じゃああんたらはサイケって野郎をぶっ倒しに行こうってんだね。あたしはマリノ、ケチな泥棒さ。泥棒？なあ、あんたらサイケを追うってんならあたしを連れて行きな。泥棒のお前を？なぜ？リベリオンだろうがなんだろうが、獲物を横取りされて黙っていられるほど落ちぶれちゃいないんだ。美しい。